いつもロペラやアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2011年モデルスマート4-2カブリオブラバスエクスクルーシブをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのボンネット、リアのバンパーに若干の飛び石が見受けられます。また左側のリアのアルミホイールになりますが、こちらに小さなガリ傷がございます。それ以外特に目立った傷はございません。走行距離3万4000キロのお車でございますので、走行距離年式加味しましても良好な状態を保っております。外装色はシルバーメタリック、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。こちらのブラバスエクスクルーシブですが、カブリオレモデルは国内限定50台と大変希少なモデルとなっております。エクステリアデザインに関しましては、ブラバス専用のエアロが組まれておりますので、非常にかっこよく仕上がっております。エンジンスペックに関しましても、1リッター直三ターボエンジン、馬力は102馬力を誇りますので、軽快なドライビングをお楽しみいただけます。アルミホイールに関しましては、純正のブラックペイントが施された16インチのアルミホイールが装備されており、こちらのお車に関しましてはタイヤの山もまだまだございますので、安心してお乗りいただけます。では続きまして、リアの方をご紹介させていただきます。リアの方もブラバスエクスクルーシブ専用のパーツが多数施されております。マフラーに関しましても、センター2本出しのマフラーが採用されております。またトランクスペースの方ですが、開けていただきまして、オープンカーではありますが、スペースの方は十分に確保されております。特に目立った使用感もなく、非常に綺麗な状態を保っております。では続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートの方ですね、ランバー部分等特に目立った傷等もなく、非常に綺麗な状態を保っております。もちろんダッシュボード、内張り等も目立つ傷はございませんので、ご安心いただければと思います。エンジンの方を始動していきます。ステアリングの方ですね、パドルシフトが装備されておりますので、こちらの方でも変速はお楽しみいただけます。クルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。センターの方ですね、専用のブラバスのクロックとタコメーターの方が装備されております。またこちらのお車に関しましては、ナビゲーション、カロッツリア製のナビゲーションが装備されております。テレビもご視聴いただけますし、バックギアですね、入れていただきますとバックカメラも装備されております。フロント両席ですね、シートヒーターが完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2011年モデルスマート4-2カブリオブラバスエクスクルーシブをご紹介させていただきました。走行距離3万4000キロ走っておりますが、その走行距離を感じさせない良好な状態を保っております。国内限定50台ということで、大変希少なモデルとなっておりますし、数多くの専用装備が施され、非常にかっこよく仕上がっております。オープンカーでもありますので、快適なドライビングをお楽しみいただけます。ぜひともこの機会にご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。